で、小耳に挟んだんですが、体温が高い人は冷たいものをたくさん食べるといいですって。私って熱がこもりやすくて汗っかきなんです。アスリートには致命的な欠点ですよね。小耳に挟んだんですが、体温が高い人は冷たいものをたくさん食べるといいですって。